サイクリスト TV の松尾です。本日はですね、竹芝客船ターミナルに来ております。はい、今回はですね、この後ろに見えています、大型船フェリーのサルビア丸に乗ってですね、伊豆大島まで行く0泊2日の旅にね、行っていきたいと思います。当然自転車を持っていくわけなんですけど、こうやってね、天候袋に入れれば、船内の、荷室の中に入れていただけるということなので、こうした形でね、今自転車を収めております。こんな感じでね、しっかり固定できたので、少し倒すような形で、置かせていただきます。2022年ね、就航が開始された船で、比較的てかめちゃくちゃ新しい船になります。もうほんと船内綺麗でね、ホテルみたいなんですよ。ちょっと塔とか船内は結構自販機なども充実していて、軽食なども売ってます。確かね、カップラーメンも売ってたはずで、この他に、ね、下にシャワー室があったりとかね、ほんと充実してます。はい、デッキもね、結構広々としてます。ここからはね、東京の夜景をね、眺めることができて、出航してね、すぐの時なんかすごい綺麗なね、景色を眺めることができるんですが、今日はもうめちゃめちゃ吹雪いてます。でも雪なんですけど、めちゃくちゃ寒い。帰りなんですよ。ちょっとね、順番前後しちゃうんですけども、僕今回、往復特にとどちらも取っておりまして、行きはね、金曜日の夜だったんですごい混んでたんですけども、今、土曜日の昼過ぎに、大島を出発しまして、東京に夜着く便なので、すごいこう貸し切り状態で、紹介しやすかったので、こちらちょっと順番前後しますがご紹介します。はい、特になんですけども、特に僕すごい好きでよく使うんですけども、だいたいね、1つの区画がこう4つベッドが上下に並んでいる作りになっておりまして、1人分がね、こんなスペースになってます。まあ、横にね、なって576ぐらい身長あるんですけども、全然もう本当に窮屈では全然ないぐらい足も伸びて、横になれるようなスペースがあって、さらにこの奥にですね、コンセントがあったりですとか、金庫あったりして、すごい過ごしやすい空間になっております。はい、でね、ここにね、窓もついていて、外もね、眺められると。で、今だんだん大島を離れていってる行っているところなんですけども、これからね、流れ的には大島に到着して大島を走っていくので、ぜひね、そちらも引き続きご覧ください。はい、おはようございます。今6時になりまして、大島に到着しました。岡田港という港に、到着しております。ここはですね、このサルビア丸が泊まる港が大島に2つありまして、そのうちの1つなんですけども、少しね、あの中心地から離れるところにあるので、これからね、今自転車、組みましたので、自転車乗って15分ぐらいかな、そのくらいちょっと走ってね、移動していきたいと思います。いや、すごい快適でした。はい、ということで、岡田港からですね、元町港にやってまいりました。ここからですね、伊豆大島をぐるりとね、一周していきたいなというふうに思います。大島ね、大島一周道路という道路があるので、もうほんと道なりにね、ずっと進んでいくと、まあ、一周ができるという道があるので、島一周ね、だいぶ楽しんでいきたいと思います。行ってきます。ここにね、御神火のね、モニュメントがありましたね。この上に三原山というね、山がありまして、で火山なんですよね。なので、この辺りもね、あの火山の、石なんですけども、三原山764m のところで764cm、あ、これ7m あるんですね。結構大きい。で、温泉ということなんで、なんでここの元町湖に来たかというと、まずね、御神火温泉という、ね、温泉の近くにありまして、そこにね、帰ろうかなと思ってこっちに来ました。
はい、ではまず走ってきます。はい、伊豆大島一周道路をね、走っております。大島ね、だいたい一周するのがですね40キロちょっと、だいたい43キロというふうに言われてまして、まあコースによってもね変わるんですけども、まあ、基本的にはねずっと海をね見ながら、回れるコースになっています。今回はね半時計回りに回ってるので、ずっとね右手にこう海を見ながら、走ってる形となっております。まあね、なんといってもね大島の良さ、信号がねなくてね全然止まらないんですよ。港の周りにね1箇所2箇所ぐらいはあるんですけども、合計ね3箇所ぐらいあるのかな、走ってて一周するのに。でも基本そんな引っかかんないですね。でうまくいくと1回も引っかからずに回れるぐらい、本当に、信号には、ストップアンドゴーがないような島になっております。車もね少ないしね、はい、走りやすいです。はい、一つね見どころに近づいてまいりました。地層大切断面です。はい、見えますかねカメラで。ここねずっとこのね地層がですね幾重にも重なってる層になってるのがねずっと続いてるんですよ。2キロぐらい続いてるのかな。高さもね結構ありまして、ほんとねバームクーヘンとかねミルフィーユみたいな感じでねこうずっとね波打ったね層が見えると思います。ここはねかなりの絶景ポイントで、結構、大島にサイクリングで訪れたら、必ず泊まるようなスポットですね。改めましてね今走っている伊豆大島のね、説明をしますと、まあ、伊豆と書いてある通り、伊豆に非常に近いところにあります。伊豆七島の中でも一番本州側に近い島になってまして、熱海とかからもね船が出てるのかな。本当ねあのジェット船なんかでは、1時間半2時間かかんないぐらいで着くところに、ある島であります。でユニークなのがここね東京都なんですよ。実は伊豆ってついてるんですけどね。で、車よく走ってるんですけども品川ナンバーなんですよね。管轄がねあの東京の中でもよくね都会と言われる品川をこう管しているわけなんですけども、ちょっと意外ですよね離島でも品川ナンバーっていうね。はい、でちなみにね僕小さい時に、ずっと伊豆七島の神津島に住んでたことがあって、その他ね豊島とかね新島とかもなんか非常に、大島もねよく来てたんですけど馴染みの深い場所でございます。続いてやってきたのは筆島です。あそこにねポツンとね島があって、肉眼だとねもう少し大きく見えるんですけども、あれがね筆島と言います。なんかね岩なんですけども、長年こう波にねさらされ続けてどんどん削られて筆の先端みたいにね、尖った岩が突き出しているというね、ところですね。はい、こちらもね立ち寄りスポットとしてね結構皆さん寄っていきますね。はい、いやいい天気だな今日は。その火山活動で隆起した、地形によって作られた島なので非常にねアップダウンがね激しいんですよ。さっきね、だいたい一周40キロちょっとって話しましたけども800メーター以上登るんですよね。なのでね基本はずっとまあ、上りか下りかって感じ。平地はねあんまないですね。なので距離短いんですけど走りごたえが十分なので、この点もね、楽しめるポイントかなというふうに思います。はい、次はですね裏砂漠入り口までやってきました。この先にですね、日本で唯一の砂漠と言われてるね、エリアがあります。グラベルロードなら行けそう。ちょっとね僕の今回のタイヤだと難しそうなんですけど もうこの辺りからね音聞いたら分かる通り結構軽いねシャリシャリしたこう音が鳴ってると思うんですけども、火山のね石砂利がねこうずっと積み重なっている土地でして、結構ねなかなかグラベルとはまた違った、砂利がね続いております。いや初めて来れました。ここね千頭の切通しって言いまして、
すごいね映える写真が撮れたりとか、あのパワースポットとしてもね有名なんですけども、すごいですよねこのね木がね2本こう、ありまして、そこからこう幹がね、根がこう張るようにして、壁をね伝ってると。そして苔がねこうずっと、まあ、岩なのかな、はい、あ土の壁か、これ土なんだ。そこをね、ずっと覆ってるというね、すごい神秘的なスポットであります。これねもう一本ね向こう側に、大島一周道路が走ってて、いつもね僕ねそっちずっと通過しちゃってて、切り通しねこの辺にあるっていうのはねずっと知ってたんですけども、訪れたのは初めてです。はい、いやここはね、寄った方がいいですね、せっかく来たから。すごいいいスポットです。続いて、今ですね、サンセットパノムラインといいまして、大島一周道路から少しねもっと海岸寄りに来た、道を走っています。このねブルーのラインっていうのは、2016年に、伊豆大島を舞台にして、全日本ロードレース選手権がですね行われまして、ちょうどねブリヂストンに所属していた初山翔選手とか、あのアンダーだったらねあの寿司ドラゴンの小林真理乃選手がね優勝したところであります。でここからはね今日天気もいいので、富士山もねこっちり見えますね、はい、結構綺麗なんですこのね、陸地はですね、伊豆ですね、伊豆の、東の方になるかな、はい、もうすぐ海を越えて見ることができます。はい、ではこのままね、進んでいけば、またね元町港に戻れるので、ね、走り進んでいきたいと思います。はい、続いてやってまいりました、こちら五神化温泉でございます。ここね、元町港からもねすごい近くて、さっきね、食べた、食事亭からも近くて、今ねリュックとかピックアップしてロッカーに預けてたんですけども、それピックアップして、ここまでやってきました。まあ、先ほど申し上げた通りね、こう火山の島なんで温泉が湧くんですね。すごいいいお湯なのでちょっとねさっぱりしていきたいと思います。はい、この温泉でしたよ。まあ、サウナもあったしね、めちゃくちゃ温まったしさっぱりしました。今日はねこの後ろの三原山の上の方もね行こうと思ったんですけど、まあ、時間も微妙だし今日ゆっくりもあったしね、なんか上の方がね結構雪、この寒波でね雪積もったりとか凍結してるらしくて、ちょっとね厳しそうなんで、まあ、今日はパスします。まあ、行った時のね画像はね、こんな感じでした。はい、出るかな。はい、見晴らしもいいのでね、ぜひね、足に自信のある方は、非常にねあの急なヒルクライムなんですけども、走りごたえあるところなんで行っていただければなと思います。はい、まあ、ここね本当サイクルラックもあるし、ぜひね、伊豆大島走った時にはサイクリストには、寄っていただきたいポイントです。はい、はい、ということで東京の竹芝桟橋にですね、帰ってまいりました。現在ね夜の8時10分でございます。要は金曜日の仕事終わってから夜の10時に出発をして、でその中で船内泊をして、土曜日の朝から一番いい午前中に走って、明日も休みの状態で今土曜日の夜もう東京に着いてしまったと。しかも、もうしっかり走ってきていますと。大島のアップダウンね。はい、なので非常にね、いい旅のねプランだと思うんですよ。船かける自転車ってね、なかなか非日常をね味わえますしね。はい、で今回東海汽船さんね、自転車専用のパックサービスみたいなものも限定で用意されたりもしてますし、こういうね輪行袋をね用意すればいつでもね乗せることできますし、本当にね活用していただければよりね自転車楽しくなるんじゃないかなというふうに思います。ぜひね今回のパターン、金曜の夜で土曜走って土曜帰ってくる、これ素晴らしいと思うので、皆さんもね真似していただければなというふうに思います。ということで今回は船かける自転車の旅ということで、伊豆大島を舞台にお届けしてまいりました。ご視聴ありがとうございました。